ハレルヤ、新しい聖霊の風が吹いてくることを信じます。この日本に、この世界に、ハレルヤ、信じますを賛美してまいりましょう。揺れる時、聖霊に満たされ
私はですね、全ての仕事がなくなってしまいました。幸いなことに主人が働いてくれているので生活には困らなかったんですけれども、でもそれを通してですね、神様に生かされているんだなということを改めて感じました。神様に与えられてその仕事、もっともっと私自身神様に捧げて、もっと大切に思って働かなければならないなって改めて思いました。なぜならばそこに神様が使わしてくださっているからです。ハレルヤ。でもその中で我が家はみんな出払ってしまいました。みんな忙しそうに仕事をしてました。それも恵みです。でもいろんなところを通されて、いろんな苦しいところを通されて、いろいろブチブチ LINE で、今 LINE 便利ですね、ブチブチ私のところに嘆きの言葉が送られてきます。そのたびに私は落ち込んでしまいます。でもですね、主は良きお方なんですね。主は良きお方、すべてのことを益に変えてくださる、その約束を握ることができるこの恵みはなんと素晴らしいでしょうか。このような時代にあっても主は良きお方なんです。皆さんいろんなところに置かれているでしょう。本当には大変な方々もいっぱい聞いています。でもです、主は良きお方なのです。この言葉をしっかり握って前進していくならば、主がその道を切り開いてくださいます。ハレルヤ。主は良いお方、主は良いお方、宣言していきましょう。主は良い、主は良いお方、賛美を
アーメン。感謝いたします。素晴らしい主の名を褒めたたえ、主に心からの感謝を捧げいたします。お祈りいたします。天の地なる神様、ありがとうございます。このペンテコステの日曜日、主ご自身が天の窓を大いに開いてくださり、そして我らの上に聖霊の注ぎを豊かに注いでくださることを感謝いたします。2000年前に起こったそのペンテコステの聖霊の注ぎが、この2000年後さらに大いなる聖霊の注ぎとなって、この日本の教会に、世界の教会に、私たち一人一人に臨むことを覚え感謝いたします。聖霊様、歓迎いたします。私たちの中に豊かに臨んでくださることを感謝を持って、愛するイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。素晴らしい主に盛大な拍手を捧げてまいりましょう。アーメン。感謝いたします。アメン。感謝いたします。共に挨拶したいと願います。シャロームいいですね。お互いに神の国の宣言を持って祝福しましょう。アメン。シャローム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 ヘリア、感謝いたします。引き続きですね、オンラインで礼拝を続けておられる方も、本当にその場所においてそれぞれ神様の恵みと臨在が豊かに臨みますように、久しぶりにこの場所に集められた方々も歓迎いたします。どの場所においても私たちは同じイエス・キリストの中にあって、神の家族として礼拝を捧げることができるこの特権、感謝いたします。これからの時間、感謝の捧げ物を主の御前にお捧げしたいと願います。それぞれの場所において、またこの会堂の中においても、私たちは主によって与えられたその経済を主の御前にお捧げしたいと願います。今日捧げるその捧げ物を手に持ったなら、主の御前に掲げそして祈りたいと願います。天の地なる神様、ありがとうございます。さまざまな本当に経済的な困難や、また仕事におけるいろいろなことがストップしたり、また本当にこの経済の流れが止まってしまっている、このような世の中、時代の中においても、主よ、あなたが私たちの主であられることを感謝いたします。あなたが私たちの供給者であり、羊飼いであり、経済をも主よ、あなたご自身が全て支えておられる主であられることを感謝します。イエス様ご自身が三条の水訓の中で、神にも使え、富にも使えることはできないと言われました。私たちはこの経済をはるかに超えて、主よ、あなたに信頼し、神に使える者たちであることを感謝いたします。それであるなら、物質的なものも全て主よ、あなたの手の中にあり、全ての祝福を持って私たちを祝福してくださるお方、あなたの御前に感謝を持ってお捧げいたします。今日捧げるこの捧げ物、主が特別に油注ぎ、一人一人のご家庭を、ビジネスを、経済を、ミニストリーを主が支え、守り、祝福してくださることを感謝いたします。また今日この10分の1を用意して捧げる方々の上に、マラキ書に約束されている通り、天の窓が絶えず開かれ、主の大雨がそれぞれの地に降り注ぎますように、その地の収穫は豊かなものとなり、稲子を叱りつけ、主ご自身がそれぞれの歩みを、家庭を、働きを守られることを感謝いたします。これは主の約束なので、必ずなることを感謝いたします。力ある我らの主イエスキリストのお名前を通し、感謝を持ってお捧げいたします。アメン。アメン。感謝いたします。聖霊鍛えるように賛美祭してまいりましょう。Bye.
聖霊様をここに歓迎します。今日このようなペンテコステの日、聖霊様を私たちは迎えることができて、そして何よりもこの中で総会が開かれることを感謝したいと思います。今日はですね、本当に聖霊に満たされて本当に素晴らしい総会が開かれることを信じます。まずはですね、もう昨年度1年間どのような御業が、神様の御業があったか、そしてまたこれから1年間どのようなことがあるか、まあ、そういった話し合いをですね、今日したいと思います。時間はですね、第2礼拝が終わった後12時から行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そして、今日もですね、だんだんとこうやって通常の礼拝に戻りつつはあるんですけども、やはりですね、この3密っていうのを守って、そして何よりもこの飛沫感染ですね、これが一番怖いので、マスクをしていただいて、そしてこの集会、礼拝に参加していただければと思います。ただこうマスクをずっとしているとですね、気分が悪くなってしまったりとか、そういうような方もいらっしゃると思います。本当にそれは個人にお任せいたしますので、そのようにしてください。何よりもこれからまた第2波第3波、そういったことも言われております。ここでもう一頑張り、私たちはここまで、皆さん頑張って、我慢して、やってきてくださったので、これもう一つ頑張ってですね、これからのウイルス対策、何よりもイエス様に願ってですね、イエス様を信頼して私たちは歩んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で今日 お知らせは以上になるんですけども、この、インターネットで見ておられる方ですね、オンラインで、この総会の方にご参加できますので、そちらの方も12時からとなりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日のメッセンジャー慎吾先生をですね、講談に拍手でお迎えしたいと思います。ハレルヤ、感謝いたします。私たちは共に集まり、そしてどの場所においても主を礼拝することができるこの特権、感謝いたします。今日はこのペンテコステの日曜日ですので、それぞれの場所において聖霊様が豊かに臨んでくださり、また本当に全世界の教会、日本中の教会に聖霊様が豊かに歓迎され、そして臨まれることを感謝いたします。本当にこのペンテコステというこのシーズンですね、特別な本当に主の訪れの時であることを覚えます。聖書の中にはこの申命記の28章に祝福の約束、そして呪いの約束、その両方が書かれています。そしてその祝福の約束の中において、時にかなって主は雨をあなたの地に降り注ぐ、そのように書かれています。この時にかなって、原文を調べますと、それは祭りごとにと書かれています。ではその祭りごとというのは何かというと、旧約聖書に記されているその祭りであります。特にイスラエルにおける三大祭りというのは重要な霊的意味を含めた祭りであります。杉越の祭り、またこの五旬節、旧約聖書においては七週の祭りと書かれています。そしてこの秋の刈代の祭り、この三大祭りは特に何かのものと関わりがあります。それは何かというと収穫です。それは実際的な穀物の収穫であると同時に、霊的な魂の大収穫、それがそれぞれの祭りに関わっていることを感謝いたします。特にこのペンテコステの祭りにおける収穫は何かというと、異邦人も含めた全ての国民の大収穫、それが約束されていることを覚え感謝いたします。旧約聖書の中においてもですね、またこのユダヤ人たちの伝承においても、彼らが伝統的にこのペンテコステ、7週の祭りにすることがあります。それは何かというと、ルツ記を彼らは朗読します。なぜルツ記を朗読するんでしょうか。ルツ記の中には実は偉大なこのイエス・キリストにある異邦人の救いの啓示が記されているからです。ルツはモアブの女性でした。モアブは律法のこの規定によると、なんと10代先までイスラエルの民に加わってはならないと言われる、そのようなもう呪われた民、神の民から最も遠い、そのような民、それがルツでした。しかしそのルツがユダの部族に組み込まれ、そしてそのルツのこの血族の中から、なんとこの聖書の中でも最も偉大な王の一人であるダビデが誕生します。そしてその血族をたどっていくと、もちろん血はつながっていませんが、その血族の中にイエス様はその血族を選び、お生まれになったことを感謝いたします。王の血族の中にこの異邦人の女性が加えられた、これは偉大な特筆するべき旧約聖書の出来事です。これは何を意味しているのかというと、主から最も遠く離れた民である、聖書の中には神の民でないというものが神の民と呼ばれるようになる、愛されないというものが愛されるようになる、そのことを語った預言者はホセアです。
これは友情を買い取った、そのような預言者でした。ではこのホセアっていう名前自身にも、ヘブル語でイエス様の名前はイエシュア、またはイエホシュアと言います。それですので、実はこのホセアっていうのはイエス様の同じ名前を持つ人物であります。すなわち遠く離れてしまった異邦の民を自ら代価を払って買い取り、愛されないものを愛されると呼ばれるようにし、神の民でないものを神の民とする、本当にイエス様の愛が旧約聖書の中にも豊かに表されていることを感謝いたします。それですので、このペンテコステの時に主はユダヤ人だけの救いではなく、全世界に福音が述べ伝えられ、全ての作られたものをご自身の民とする、その恵みが聖霊を通して開かれたことを感謝いたします。さらにこのイスラエルのこの旧約聖書のレビ記などを見ますと、7週の祭り、すなわちこのペンテコステの祭りの時にはすることがあります。それはパンに、この杉越の祭りの時にはパン種を取り除く、そしてそのパンを使います。しかしこのペンテコステの祭りの時には逆をします。なんとパン種を入れて、そして2つのパンを主の宮に置いて主の御前に捧げます。それは何を意味しているんでしょうか。なぜパン種が入るんでしょうか。イエス様はルカの福音書の例えの中で、神の国はパン種のようなものである、そのように言われました。パン種は悪い意味でも使われる場合があるんですけど、良い意味でも使われます。それは発酵力が高く、そしてもう力強く膨らむ力がある。ではこのペンテコステの時にパンに入れるパン種は何を意味するのかというと、私たちの中に望まれる聖霊様、このお方は力強く爆発的な力を持って私たちの内側に神の御国を広げてくださる、そのお方であることを感謝いたします。ではなぜ2つのパンを主の宮に捧げたのかというと、これはユダヤ人の救いだけではなく、異邦人も共に含めて神の御前に捧げられる、私たちは主の御前に捧げられる、その捧げ物であることを感謝いたします。これはイザヤ書66章を見ますと、異邦人の中から捧げ物のように彼らが籠の中に入れられて主の御前に捧げられる、そのように書かれている約束の成就であることも感謝いたします。パウロはエペソの手紙の1章の中において、私たちは神の国を受け継ぐものであると言いました。これは原文で調べますと、私たちも主の御前に捧げられる捧げ物であると書かれています。ユダヤ人だけでなく異邦人も共に、私たちは神の御前に捧げられる、その捧げ物とされたことを感謝いたします。何を通してでしょうか。2つの条件を通して、イエス・キリストの十字架の贖いを通して、そしてもう一つ、聖霊が我らのうちに臨むことを通して、私たちは神の民に加えられ、そして契約の民とされたことを感謝いたします。主の約束はいつも回復の約束であることを感謝いたします。では旧約聖書の出来事で起こったことは全て影であり型であり、新約聖書においてその実態があります。このペンテコステの日というものは、旧約聖書においてはモーセがあのシナイ山で律法トーラーを授かった日です。その石の板に書かれたこの律法をモーセは授かりました。しかしイスラエルの民はそのモーセの律法を守ることができたのかというと、彼らは守ることができませんでした。モーセが山から降りてみると、彼らは金の格子を作り、そこで戯れ偶像礼拝をし、そして罪の中に浸かっていました。モーセは怒ってその石に書かれた板を割ったんです。投げ捨てて割りました。そして何をしたかというと、主につく者は誰か、そのように呼びかけました。レビ人がやってきます。剣を帯びよう。そしてレビ人たちは剣を帯び、何をしたかというと、イスラエルの偶像に仕える者たちをみんな切り殺したんです。そして何人死んだのかというと、そこで3000人ものイスラエルの人々が剣によって撃ち殺されました。これは聖書の中で繰り返し、彼らは石に書かれた律法を守ることができなかった、それをもう本当に表しているものであることを覚えます。しかし主の約束は繰り返し、エレミアを通してもエゼキエルを通しても、その固い心が柔らかにされる聖霊を通して、もはや石の板に律法が書き記されるのではなく、心の板に律法が書き記される、そのように約束がされていることを感謝いたします。そしてこのペンテコステの日にそのことが実現しました。聖霊が望まれ、そして主を待ち望む民の心にこの主の御言葉が書き記され、そしてペテロと弟子たちが立ち上がり御言葉を語りました。今までペテロや弟子たちは見当違いのことばかりを述べます。イエス様がどれだけ教えても全く違うこの応答をするんです。
イエス様自身、あの愛に満ち溢れたイエス様、忍耐に満ち溢れたイエス様がいつも弟子たちと話すときに、いつまでお前たちに我慢していなければならないんだと、いつまで一緒にいなければならないんだっていうほど理解力の鈍い弟子たちでした。40日間復活後、イエス様は神の国について弟子たちに語ります。それでも彼らは神の国のことを理解することができなかったんです。しかし彼らが待ち望み、聖霊が望んだとき、知恵と啓示の御霊なる主が彼らにすべてのことを解き明かし教えました。そしてペテロと弟子たちが立ち上がり御言葉を語ったところ、人々はその御言葉によって心が突き刺され、悔い改め、なんと1日のうちに3000人もの人々がバプテスマを受け弟子に加わったことを感謝いたします。では旧約聖書においては剣を持って3000人が撃ち殺されました。しかし新約聖書において主はそれを全て回復されたことを感謝いたします。今度は神の生ける御言葉を持って人々を殺すのではなく、人の肉が切り取られ、そして霊によって人々が生かされる、御霊によって永遠の命を得る、その恵みがこのペンテコステに開かれたことを感謝いたします。主の計画はいつも回復であることを感謝いたします。それではこの終わりの時代の教会に対するペンテコステの約束は偉大な回復であることを感謝いたします。この後の宮の栄光は先の宮の栄光に勝る、そのようにですね、預言者が預言している通り、この終わりの時代に注がれる聖霊の注ぎは歴史の中で最も偉大なその聖霊の注ぎが注がれていくことを信じます。共にその約束を覚えて使徒の働きの2章1節から朗読したいと願います。ペンテコステのこの朝に起こった出来事、共に使徒の働きの2章1節から4節朗読していきたいと願います。使徒の働きの2章1節から4節ご一緒に朗読してまいります。はい。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通り他国の言葉で話し出した。アメン。ここで彼らは聖霊に満たされた。私たちが思う聖霊の満たし、もちろんそれらもとても重要な満たしなんですけど、この満たされたという言葉を調べると、完全に聖霊の支配、統治の中に彼らが置かれた。彼らが聖霊に包まれ、そして聖霊が内住し、そして完全な御霊の統治の中に彼らが収められた。そのことを意味する言葉であります。もう一度私たちはこの聖霊の支配の中に移りたいと願います。そして何度でも日々この聖霊様の支配の中に自分自身を明け渡したいと願います。そのために何が必要なんでしょうか。この1節から4節までの出来事はとても重要な出来事です。主は私たちの人生を導くにあたって私たちに差し出してほしいと願っているものがあります。どこを変えるなら人生を変えることができるのか、主はよくご存知です。どこでしょうか。はじめに簡単に答えを言います。私たちの口です。ではヤコブは、ヤコブの3章の中でこの口はじっとしていない悪であると言っています。私たちの口は本当にある一方においては主を褒めたたえ賛美し甘い水が出る。しかし同じ唇から人々に対する怒りや苦み、そして妬み、本当に悪口批判、苦い水が出る。ヤコブはその3章の中で甘い水と苦い水が同じところから出てしまってはならない、そのように言っています。さらにまた、もし舌をコントロールすることができるのであれば、その人は人生全体を完全に収めることができる完璧なものになることができると。あの大きな船が小さなハンドル一つでどこに行くかを決めるのと同じように、私たちの人生全体もこの小さな器官である舌、これが何を語るかによって向かう方向が変わっていくということ。ヤコブはそのヤコブの3章の中において、唇、私たちの舌、この言葉の大切さを述べています。聖書全般においてこの言葉というのはとても重要なものであることを覚えます。箴言の中においては、死と命はどこにかかっているかというと、私たちの舌にかかっていると。どちらかを愛してどちらかの実を食べるようになる。私たちは命を愛して命の言葉を語り命の実を結ぶのか、死を愛し死の言葉を語り死の実を食べるのか、それはすべて私たちの唇にかかっています。
何度もこの例え話をするしますが、例えばですね、スイカの実を食べたいと思いながら毎日キュウリを撒いてます。自分の畑にキュウリばかり撒くんです。横の畑にはスイカがたくさんなります。そしてその人は悩み言うんです。なんで私はスイカが食べたいと思うのに私の畑にはキュウリしかならないのか。そのように悩んでる人がいたら皆さんどうアドバイスしますか。簡単です。キュウリの種を撒くからキュウリがなるんだよと。もしスイカの実を見たかったらスイカの種を撒きなさいと、そのようにアドバイスするはずです。私たちは祝福を得たい、神様の好意を味わいたい、もっと恵みを味わいたい、あの人はたくさん好意を受けている、この人は祝福を受けている、でも私にはなぜか油注ぎが足りない、なぜか本当にこの祈りの現実を見ることができない。その答えはどこにあるのかというと、私たちの下にあります。もし実を変えたかったら、私たちの撒くものを変えていく必要があります。主は私たちの口を支配するとき、行く方向を変えられます。例えばイザヤ、主の栄光を見ます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、そのように礼拝している主の糸高き礼拝、天の礼拝を目撃します。その主の栄光、清さに触れたときにイザヤは何て言ったでしょうか。ああ、主は素晴らしい、主は褒むべきかなと言ったでしょうか。そうではなく、私たちは神の清さの前に立つとき、必ず人が反応する反応があります。それは自分の罪深さを悟ります。そしてイザヤは何を言ったのかというと、ああ私は汚れている。何が汚れているかというと、私の唇が汚れている。私は唇の汚れた民の中に住んでいて、私の口も汚れてしまっている。その時主が解決を与えてくださいます。皆さん、感謝すべきことに、罪を認識するところに主は恵みを施してくださいます。主はそこからの解放と自由と清めを与えてくださることを感謝いたします。それですので、イザヤはその罪を認識したときに、今度主が解決くださいます。天の燃える炭火を持って、どこに触れたのかというと、イザヤの唇に触れます。そして彼の人生全体に清さがもたらされるんです。その時、今まで聞こえなかった神の声を彼は聞きます。私は誰かを使わそう、一体誰を使わそうか。そしてイザヤが言います。主よ、私がここにいます、私を使わせてください。もちろんそれまで彼は預言者として働きをしていました。しかしこのイザヤ書6章における出来事は、イザヤの再この証明、この召しが再び与えられるその瞬間でありました。そして彼は国々に、また後の世代に対するこの偉大な預言、イザヤ書の中にはイエス・キリストの十字架の預言も含まれていることを感謝いたします。旧約聖書の福音書と呼ばれるそのイザヤ書、その大胆に預言を語る器として彼は解き放たれていきます。どこが変えられた時でしょうか。彼の唇が変えられた時です。預言者エレミアは若すぎました。そして自分は神のために用いられるのにふさわしくない、たくさんの言い訳をすることができたんです。私たちは神様のために用いられる時に、いっぱい言い訳考えてしまいますね。主よ、私の学歴見てください、用いるのにふさわしくありません。私のこの預金通帳見てください、主よ、何にも用いるものありません。私の能力も才能も賜物も何にも神に用いられるものありません。たくさん神に用いられない理由を探すのは本当に私たちの得意技です。旧約聖書に出てくるさまざまな人物、もちろん新約聖書に出てくる人物たちも、神様に用いられるときにたくさんの言い訳を言いました。エレミアもその一人の人物でした。主よ、若すぎるんです、私が言って誰が私の話聞くでしょうか、誰が私の言葉に耳を傾けるでしょうか。そこで主が語られたのは、若いというな、私があなたを預言者として使わす。そしてエレミアに何をしたかというと、エレミア一章において主がエレミアの口に触れたと書かれています。そして彼はエルサレム、イスラエル、ユダヤ人、そして本当に国々に対して、後にバビロン捕囚から帰ってくる預言まで語る預言者として解き放たれていきます。では主は私たちのどこに触れるなら人生を変えることができるか知っておられます。それは唇です。ではこのペンテコステの朝に至るまで、弟子たちはデコボコだらけ、本当にイエス様の言葉を理解することができませんでした。彼らの一番好きな話題って何だったんでしょうか。彼らが集まると必ず話す出来事があります。それは誰が一番偉いかです。もうイエス様が少し先歩くと彼らが話し始めて、イエス様が何の話してるんですか、彼ら気まずくて黙ります。そして彼らはみちみちいつも話してるのは、この中で一番誰が偉いのかということを話します。
まあ、ペテロは多分自分が一番偉いだろうといつも思ってたはずです。そして他の弟子たちはペテロを足引っ張って、もう狡猾なのはヤコブとヨハネですね。他の弟子たちがいない時に母親使ってイエス様のところ行くんです。そしてイエス様、あなたが御国の位につく時、この子供たちあなたの右と左に座らせてください、交渉に行きます。もういつも彼らはトップの座を争おうとしてですね、他の人を引っ張って自分が上に行こうとしていた。それが弟子たちでした。彼らの会話の一番多いのは誰が一番偉いかという話、2番目に多いのパンの話です。もう彼らは食べ物のパンの話ばっかりするんです。そういうことを考えている時に限ってイエス様がパン種の話し始めるんです。ヘロデのパン種、パリサイ人のパン種に気をつけなさい。そうすると弟子たちが口々に言い始めるんです。パン持ってこなかったからイエス様怒ってると。誰がパン持ってこなかったんだ。そしてイエス様が言うんです。いつ悟るんだ、いつ分かるんだ、私はパンのことなど言ってるのではないと。あの5000人にこのパンがどれだけ満たすことができたのか、4000人にパンを満たすことがなぜできたのか、なぜあなた方は悟られないのか。イエス様はいつも彼らを戒めなければなりませんでした。サマリアの町を通った時なんかひどかったんです。あのヨハネとヤコブがやってきて言うんです。イエス様がサマリアの町を通る時にエルサレムの方向を向かいながら進みます。そうするとあのヨハネとヤコブ、彼らは雷の子と呼ばれる激しい性格を持ってました。そしてサマリア人がイエス様を拒んだ時にやってきて言ったんです。イエス様あれやりましょう、旧約聖書のあのエリアがやった出来事です。なぜ、何ですか、あの天から火を降らして彼ら焼き殺しましょうって言い始めたんです。そしてイエス様が叱るんです。あなた方は私が何のために来たのか分かってないと。私は人を滅ぼすためではなく命をもたらすために来ました。いつも弟子たちを戒めなければなりませんでした。そのように理解力の悪い弟子たち、イエス様が天に戻るその時にまで彼らは理解することができなかったんです。しかし聖霊が望んだ時、全ての理解が彼らの中にやってきたことを感謝いたします。そして彼らは全地を揺り動かす、そしてその初代教会の使徒たちとして全世界に福音を述べ伝える者たちとして、そこから解き放たれていきます。その時聖霊様は彼らのどこに触れられたんでしょうか。聖書の中には聖霊が望んだ時、聖霊の炎が彼の思いを作り変え、そして彼らの考えが一新されたと書かれているでしょうか。そうは書かれていません。聖霊様は彼らの手に降り注がい、望み、そして手に炎が燃え、彼らは奇跡の技を行っていった、そのように書かれているでしょうか。そのようにも書かれていません。聖霊様はどこに現れたのかというと、象徴的な姿、炎のような舌として現れます。分かれた舌と書かれているので、よく表現が分からない、なんかこんな分かれた舌、これあの直訳で見ますと、舌のような炎が一人一人に分与された、分けられたと書かれています。分かれた舌というよりも、炎のようなこの舌のような聖霊様の注ぎが一人一人に分け与えられた、分与された。そして聖霊様は彼らのどこを捉えたのかというと、彼らの口を捉えます。そして彼らは御霊が話させてくださる通りの異言の言葉、神の言葉で語り出し、そして御言葉が彼らの中に生き働き、書かれた御言葉が霊魔の言葉、人々に命をもたらす言葉として解き放たれていくこととなったことを感謝いたします。同じ御業がこの今の時代も起こることを感謝いたします。同じ聖霊様が私たちの中にうごめき働いておられることを感謝いたします。それですので、私たちの人生が主の御心にかなった方向に行くことを願うのであれば、私たちはどこにおいて献身する必要があるのかというと、主よ、私の唇を捧げます、どうか私の口をあなたの言葉で満たしてください。ぜひ皆様、日々の生活の中で異言で祈ることを続けていこうでありませんか。シャラム教会の YouTube のサイトにですね、毎日異言で10分祈るっていうこのサイトをアップしてますので、これは毎日繰り返し使うことができますので、ぜひお持ちください。我が家においても毎日これを家族の祈りとして、家族で朝夜、まあ、できる限りですね、この10分異言で祈ります。私はですね、一つの実験をですね、してみたかったんです。他の子供にはできないので、自分の子供で実験しました。それは何かというとですね、英語を聞いた子供は英語を話します。日本語を聞いた子供は放っておいても日本語を話すようになります。中国語を聞けば中国語の子になります。
で、私は実験してみたかったのは、威厳を聞くなら必ず威厳を理解できるということをですね、実験してみようと。そして子供が生まれてから、生まれる前にもお腹の中に手を置いて威厳で祈りました。そして生まれてから、この子供の子守歌は威厳だったんです。いつも威厳で祈りながら、寝るまで威厳で祈り続けます。本当にことあるごとに祈りの生活の中において子供を抱き、威厳で祈りました。そうするときにですね、3歳になったときに、いつか聖霊のバプテスマを彼が受けるようにと願ってたんですけど、息子が言い始めたんです。僕、威厳で祈れるって言い始めたんです。いや、そんなことはない、誰も祈った覚えがないと。聖霊のバプテスマいつ受けたかわからないと。しかし3、4歳になったときにですね、威厳で自動的に祈り始めたんです。聖霊様がいつ、ね、祈れるようになったのか、礼拝しているときに威厳が出てきたと。聖霊様が触れてくださったんです。それなので、家族でこの威厳で祈るってことは恵みだったんですけど、意識しなければそれを忘れてしまいます。なのでですね、本当にこの祈らないと止まってしまうことがあるんですね。なので最近家族でこの10分間威厳で祈り始めたとき、また子供の内側から威厳が力強く出るようになりました。そしていろんな言語で祈ってみたらいいよっていうと、大きい声で今まで祈れなかったいろんな言語をこう出すようになりました。それですので、これが流れができてきます。そしてそれで祈れば祈るほど、威厳の賜物っていうのは発展していきます。そしてそれが神の賜物、主ご自身の礼拝、主ご自身を褒めたたえる言葉、また本当に主ご自身の心と一つになる取りなしとされていくことを感謝いたします。ぜひ皆様、心の中に不満があり、怒りがあり、もう訴えがあり、ああもうこの心どうすることもできない、その時はどうしたらいいんでしょうか。もうその YouTube のサイトを携帯にノートに貼り付けておいてください。そしてもう、ああ今どうしようもない、もうこれを開こう、開き、威厳が流れてきます。そして威厳で祈り始めるんです。もうストレスがあって怒り爆発させたい、もう大声で怒りをぶつけたい、その時には誰もいない部屋、大声で話せる部屋に行って大声で威厳で祈ってください。主よ、もうどうしようもないんです、怒りがあります、ああ腹が立つ、そして威厳で祈り始めます。そうするとき何が起こるんでしょうか。ここにあります、聖霊に満たされた、それは別訳では聖霊様が統治した、聖霊様が治めてくださった。私たちの感情も私たちの人生さえも聖霊様が治めてくださることを感謝いたします。そして私たちの内側から命の水が川のように流れるようになります。パウロはこの威厳について、第一コリントの14章において、私は誰よりも多くの威厳で語ることを主に感謝しています、そのように言っています。もう一度言います、私は誰よりも多くの威厳で祈れることを主に感謝している。これを別訳で見ますと、私は誰よりも多くの威厳を用いて主に感謝していますとも書かれています。もう一度言います、私は誰よりも多くの威厳を用いて主に感謝をしている。つまり威厳で祈るということは、これは取りなしであり祈りであると同時に、主への礼拝、主への褒め歌となることを感謝いたします。だから初代教会の中においては、エペソの手紙、コロサイの手紙において、詩と賛美とそして礼の歌において神に向かって歌い、また互いに語り合うこと、初代教会においてはこの礼の歌、聖霊に満たされて捧げる、英語で言うとスポンテニアス、本当に聖霊に満たされた礼拝賛美、それが初代教会の礼拝の中に組み込まれていたことを感謝いたします。それですので、私たちの日々の生活の中でもうストレスを感じ、怒りを感じ、不満を感じ、どうしようもないとき、主の御前に祈りましょう。そして主よ、この口を捧げます、私の口を治め統治してください、私の口を不満ではなく威厳で満たしてください、神の言葉で満たしてください、そのように祈り、主に明け渡すことができます。これは別の言葉で言うなら、ハンドルを主に明け渡すことです。ヤコブの3章には、舌はハンドルであると書かれています。あの船全体が一つの舌によってどこに行くか導かれる。同じように私たちがこの舌を聖霊様に明け渡すとき、聖霊様、あなたが私の人生のハンドルを握ってください。そしてあなたが導かれる人生に間違いがないことを感謝いたします。あなたは必ず父の心へと私を導き、イエス様ご自身の願いを成し遂げる、その人生と導いてくださることを感謝いたします。そのために私の口を主よあなたにお捧げいたします、私の唇を使ってください。では最後にこのことをまとめたいと願います。私たちが主の御前に立つとき、私たちは主から何を問われるんでしょうか。
イエス様ご自身が言っておられます。私たちの口から出た一つ一つの無駄な言葉について、私たちは主の御前に申し開きしなければならない。私たちが義とされるのも私たちの口の言葉によるのであり、私たちが罪に定められるのも私たちの口の言葉による。私たちの口の言葉っていうのはものすごく重要なものです。なぜですか？言葉は神であるからです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。なので私たちが主に支配されるとき、私たちの口から主の御言葉、主の命の言葉、主ご自身の生ける言葉があふれるようになることを感謝いたします。ぜひこの1週間の中においても、日々の生活の中でこの口において献身しようでありませんか。私たちの唇を主に捧げようでありませんか。家族で10分間異言で祈った後、いつも祈る祈りがあります。聖霊様、この家庭の中においても主が統治し治めてください。私たちが家族の中で話す会話においても、私たちが家庭の中で見るもの、聞くこと、考えること、行動すること、すべてを聖霊様統治してください。この家庭の生活の中においても、主よ、あなたの心にかなった歩みをさせてください。聖霊様がこの家の支配者であり統治者であることを感謝いたします。いつも聖霊様歓迎いたします。このペンテコステの朝、私たちはもう一度教会の主とし、また私たちの人生の主として聖霊様を歓迎したいと願います。そして私たちの唇に聖霊様をお迎えしたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。この2020年のペンテコステは、主ご自身が私たちを解き放ち、神の御心のど真ん中を歩んでいく、そのためにもう一度召し出してくださるその日であることを覚え感謝いたします。主よ、この日私たちは唇において献身することを決心いたします。私の唇の言葉があまりにもたくさんの不満や、そして本当に批判、訴えやつぶやき、そのことを本当に口から漏らしてきたことを許してください。また本当にこの唇の言葉が不信仰の言葉に満ち溢れたことを許してください。それが私自身の唇の実態であることを認めます。イエス様、あなたは神の言葉なるお方、そのお方が十字架で責任を取って、父よ、彼らを許したまえ、許しを宣言し、血を流し、私たちのための贖いを完全に成し遂げてくださったことを感謝いたします。そこに私たちの唇の言葉、すべての苦みを置き去ります。イエス様は十字架の上で人々は首を振りながら罵り、そして本当にイエス様に汚い言葉を浴びせかけました。それはまさに私たちのすべての言葉の失敗や痛みや苦みをすべてイエス様が引き受けてくださったことであることを感謝いたします。そこにすべての苦みを置きます。そしてどうか主よ、その十字架を通し、私の内なる人が作り変えられ清められることを感謝いたします。またこの朝、聖霊の注ぎをもって命の水が腹の底から湧き上がりますように。そして私たちの口から主への褒め歌が湧き上がり、甘い水が出てきて、命の水があふれ、そして絶えずこの口に主への賛美、褒め歌、祈りが置かれますように。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これこそがキリストイエスにあって、神が私たちに願っておられることであることを感謝します。御霊を消してはなりません。聖霊様、あなた様が消えることなく、ますます私たちの人生において、家庭において、歩みにおいて、教会において、その炎が燃え上がりますように。そのために私たちはこの唇を主にお捧げいたします。あなたのご栄光のためにこの口を使い用いてください。すべてのハンドルを主に明け渡します。感謝を持ってこの朝、この唇を主にお捧げし、愛するイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン、アメン。感謝いたします。一曲賛美を持って主の御前に褒め歌を捧げてまいりましょう。ハレルヤ。今週頑張って皆さん口を制していきましょう。それではチャーチオンファイヤーを賛美してまいりましょう。今世界の力。
アメン。すばらしい主を褒めたたえ感謝捧げます。本当に私たちのうちに本当に燃える主の霊が望むことを感謝いたします。最後に祝祷を持ってお祈りいたします。仰ぎ恋願わくば我らの主イエスキリストの偉大な恵み、天の父なる神の大いなる愛、聖霊なる主の親しき交わり、そしてその炎の注ぎがこの神の家族とともにこの1週間も、そして今より常しえまで共にありますように、我らの主贖い主であられるイエスキリストのお名前を通して祝祷いたします。アーメン。アーメン。感謝いたします。素晴らしい主を褒めたたえいたします。もう一度画面に、そしてお互いにシャローム挨拶したいと願います。シャローム。感謝します。シャローム。シャローム。感謝いたします。シャローム。これをもって第二礼拝を閉じたいと願いますが、少し休憩を挟んでですね、12時から教会総会を行いたいと願いますので、ご協力ください。感謝いたします。